Hello guys! Happy Fox Day! 、ね、ちょっとだけ動画を回しますね。すぐ終わりますけど、今日の動画は多分。今ね、ちょっととりあえず情報を確認してるんですよ。今日の Fox Day の、お告げ、来たお告げと The Other One のサイトを今ちょうど5分前に確認したところで、ちょっとまだよく分かってないんですけど、で、アスマートも見てるんですけども、まあ、このブラックボックスを購入したらあれですかね、アクセスコードが同封されていて、まあ、だからあの T シャツとちょっと似たような感じで、ザワンの T シャツにも、まあ、そういうアクセスコードがついてたと思うんですけど、それと同じような感じでコードがついてるから、まあ、それがね鍵になるんだよってことはわかるんですよ。たっかいや、私の感覚で言ったら高いっていうだけで、あのこの金額に以上のものが見られるってことは分かってるんですけどね。はい、ということでちょっと詳しくはね、私もさっき知ったんで、ちょっと後でねしっかりとチェックしていこうと思うんですけど、まずは無事にお告げが来ましたFOX Day のお告げ無事に来ましたということで、まあ、とりあえずちょっと今の気持ちをね動画に残しておこうと思って、はい、ちょっと動画を撮ってます。まあ、昨日ね3月31日にベビーメタルのザワンが終了しますっていうお知らせが来て、で、まあ、本当にサイトが閉じましたので、まあ、それでね結構ショックっていう方が多くて、まあもちろん私もねそれは寂しいですし、その結構インスタン DM とかでいろいろいただいてて、まあ、めっちゃショックだわっていう人とか、これって解散とかじゃないよねっていう人とか、まあ、様々いたんですけど、私は結構楽観視してて、もちろんザワンが終わってしまうのは悲しいですけど、まあ、ちょっとそれも予想していたことではあって、何か新しいねことがちょっとこれから始まるのかなっていう、そのお知らせは今日必ず来るとは思ってたので、まあそうですね、なんか受け入れようっていう姿勢でいったし、まあ今の時期この時点での解散ってことはまずないだろうなとは思っていたので、まあ、そこはねちょっと楽観的に考えていたんですけど、まあもしこれで FOX Day に何のお告げもなかったらみんなに謝ろうと思ってたんですけど、無事にお告げが来てホッとしています。はい、で The One の代わりに The Other One が始まるということでね、あのなんかどっかで見たんですけど、誰か知らない人がなんか The One が終わって The Two が始まるんじゃないかみたいなのネタでね、まあ、言ってる人がいたんですけど、まああながち間違ってないというかそんなに遠くなかったねみたいなはい、でまだ今回のね、まあ、お告げいつも通り、まあ、いろいろミステリアスではあるんですけど、私がこう今の段階で一応理解していることは、1個目はまだ封印期間が続くよっていうことですね。で、2個目は、その封印中ではあるんですけれども、まあ、新しい試みとして、バーチャルワールドでメタルバース、これもメタバースとかけていると思うんですけど、そのメタルバースを通しての新しい試みが始まるよっていう、デジタルの世界で何かしらをやっていくっていうことは、今、分かって、理解しました。ただあの分かんないことだらけで、そうですね、具体的にそのメタルバースで何が行われるのか、私たちは何を見ることができるのかねっていうのは今のところ全然ちょっと分かっておりません。分かっていないですが、個人的にとっても楽しみにはしています。はい、で、まあ、このお告げによると、今のこの現実世界っていうのは混沌としたまだディストピアの状態みたいですね。だからまあディストピアが続いているよって、だからまだそのメタルの魂である、まあスーメタルとかモアメタルとかはこうメタルの銀河をさまよってる、封印されたまま、その魂が封印されたままメタルの銀河をさまよってるよっていう状態っていう世界があって、それとなんかパラレルワールドみたいな感じで、おそらくそのバーチャルな世界がある、メタルバースと呼ばれる、まあ、世界の物語がなんか進行していくのかなと思うんですけど、ちょっと自分でも何言ってるかよく分かんないんですけど何言ってるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずそのベビーメタルの中で言うと、ちょっとサイドストーリー的な
感じ、アナザーストーリー、サイドストーリーみたいな感じなんだろうなってなんとなく思っています。はい、なのでまあこれからね、そのアナザーストーリーがスタートするっていうことになると、まだまだその実際のライブの封印っていうのは続くんじゃないかなと、結構長い間続くんじゃないかなってことは予想されますね。まあ、今回のニュースをまあ喜んでいる方、楽しみにしている方もいれば、おそらくそのやっぱりなんといってもライブが見たいから、そんなことより早くライブ活動を復活させてくれって思う人、まあ紙バンドのね演奏、生演奏があってこそのメタルだし、もうシュッシュがあってこその、まあ、ベビーメタルでしょうっていう方もね、あのもちろんたくさんいるとは思います。まあ私ももちろんね、ライブがあったらそれはもちろん嬉しいんですけど、まあ、封印期間は結構伸びてしまうのかもしれないけれど、私は前の動画でも話したんですけれども、この期間を本当にゆっくり休んだりとか、まあそうですね、学業に専念したりとか、今までやりたくてもできないことをやったりだとか、 何かしらそのスーちゃんやモアちゃんが有意義に使える時間になっていてくれれば、それはとっても嬉しいことですね。寂しいけど、会えないのは寂しいけど、まあ嬉しいことではありますね。うん、まあ、10年間走り続けて、走り続けた先に選んだのが解散ではなくて、まあ、こういう封印という期間を取って取りながらもグループを続けていく意思を見せてくれて、まあ、新たなあのいろいろチャレンジを私たちに見せてくれるっていうのはやっぱりすごくありがたいなって、嬉しいことだなって思います。はい、まあ、あとはコバさんは去年の秋ぐらいからですかね、結構そのデジタルに挑戦したいようなことだったりとか、古い価値観を捨てていく時が来てるのではないかみたいなねそういうことを話してるのを見たんですよ。だからなんかそのコパさんの頭 の中に、なんかそのデジタル的な構想っていうのは、まあ去年あたりからあったんだろうなっていうのはずっと思っていたので、今回のことはそんなにはびっくりしなかったですね。まあ、ベビーメタル のお姉さん的な存在のパフュームは、あのかなり早い段階からこう自分たちのパフォーマンスに割とデジタルを取り入れてね、新しいことを見せ方っていうのをやってきてたと思うんですけど、まあ果たしてテクノポップグループではなくメタルユニットのベビーメタルがどこまでデジタルの世界で やれるのかっていうところをなんか試したいっていう気持ちもあるのかなとは思いました。ちなみにこの動画の割と最後の方に出てくる顔が出てくると思うんですけど、なんかスーちゃんとモアちゃんの顔を合成したようなちょっと違和感のある顔ですよね。いや待って、どっちでもない可能性ありますね。とりあえずまあ今日はこのお告げを聞いて、今日の今日でね動画を速攻回したので、まあいろいろまだまとまってないんですけれども、まあそんな状態で撮らせてもらったんですけど、まあ分かっていることは、まあ、私はベビーメタルこれからも応援していきますし、もちろんこれから新たに始まる Dear Other One の物語、そしてメタルバースでどういう活動がされるのかっていうのを、まあ、楽しみにしていきたいと思います。とりあえず、ポチらないといけないですね。このブラックボックスをポチらないといけない皆さんもこのお告げを受け取ってどうでしたか？今どう思っているか、まあそうですね、ポジティブな意見もネガティブな意見もあると思いますし、どっちも間違いじゃないと思いますし、吐き出したいことがあったらぜひコメント欄に残していってください。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。またね、 See you。